こんにちは、賃貸の正木です。本日は奈良市四条大路にございます、フレグランス藤本という物件でして、 2DK の、お部屋のご紹介をさせてもらいます。まずダイニングキッチンの方ですね。こちらが 4.5 畳分 の、 キッチンスペースとなっております。キッチンスペースもね、窓があって非常に明るい、スペースとなっておりますね。キッチンの方はこういった形で、割とね、広めのシンク、またこちらの方にも余裕のあるスペースがございます。またお好みのね、コンロを置いていただけるスペースとなっておりますね。またこちらでね、給湯器の、リモコンで温度設定が可能となっておりますので便利ですね。またこちらのお部屋と続きまして、洋室6畳のお部屋がございます。またこちらでね、こういった形で仕切れるようにもなっておりまして、また中にはこちら外していただいたら広めの、リビング、まあ、約10畳ほどという形で使い分けることも可能かと思います。はい、こちらの方はね、ゆったりとこう、くつろいでいただけるスペースとなっております。ちょっとね、アクセントクロスという形で、明るい色のアクセントクロスを、使用しておりますね。こちらの方には収納ございます。押し入れという形で、こういったね、棚もございますので、活用していただけますね。その続きまで、こちらの方が6畳の、洋室となっております。こちらの方は、バルコニーに面しておりまして、東向きの方になります。朝日がね、入ってきて、非常に明るいお部屋となりますね。こちらでね、お布団も干していただけますし、またバルコニー側非常にすっきりしてますんでね、非常に開放感のあるお部屋となります。こちらのお部屋は、寝室でお使いいただくような形になるかと思います。もともと和室だったんですけども、洋室に変更させていただいて、お若い方にも人気な間取りとさせていただきました。こちら押し入れの方ですね、約1軒ほどのスペースがございます。お布団も十分に収納していただきますね。こちらの方はね、ちょっと寝室になるかと思いますので、ちょっと柔らかい色の、淡い緑色のアクセントクロスがあります。非常におしゃれなお部屋ですね。次、玄関の方ですが、かなりね、ちょっと広めの玄関となっております。またね、下駄箱を置いていただけるスペースもございますし、まあ、玄関入っても、お部屋、すべて扉がついておりますので、見えずにいいと思います。お手洗いの方はこちらですね。こちらもちょっとおしゃれな、クロスとなっております。最後に水回りの方なんですけども、奥側に独立洗面台。その手前に、洗濯機置き場となっております。またその横にね、ちょっとしたスペースございますので、こちらタオル置きとかの棚を置いていただくのもいいかと思います。最後にお風呂間の方ですね。こちらの方も一般的なお風呂となっております。はい、こちらの方は非常に、環境の良い、エリアでして、非常に静かにお住まいいただける場所かと思います。2DK ですので、これから同棲を始めたいなという方にもぴったりなお部屋となっております。詳しい条件は弊社ホームページをご覧ください。奈良のおもてなし奈良心、賃貸の正木では皆様のご来店をお待ちしております。ありがとうございます。